さあ、我々のデュエルを始めましょう。私の先行です。私はカードを1枚場に伏せ、さらにモンスターを守備表示にします。これで私のターンは終了です。僕のターン。僕は賢者ケイローンを召喚する。賢者ケイローン、特殊能力を発動、真実の鏡。うわっ、何をするつもりです。ケイローンの持つ真実の鏡は、相手のカードを打ち出すことでそのカードを破壊することができる。ガッテン。行け、ケイローン。ジャイアントウイルスに攻撃。それと伏せカードを1枚セット。これでターンを終了する。では私のターン。手札よりマジックカード発動、コストダウン。バレットドラゴン攻撃です。ターン終了。僕のターン。魔法カード地割れ。さらに僕は精神アレスを召喚。激励アレスダイレクトアタック。私のターンです。ジュン・ジュミナイエルフを召喚、攻撃表示。そうですか、興味ないようですね。残念です。僕のターン。私のターンです。私のカードダークラビットを攻撃表示に。ユンジュミナエルフで攻撃です。トラッシュカード発動。地殻変動。地殻変動は僕が2つの属性を選び、君がその中から1つを選ぶ。そしてフィールドに存在するその属性モンスターは全て死滅する。僕が選ぶのは風属性と闇属性、どちらかを選ぶがいい。ウンジェミナイエルフには特殊能力があります。プレイヤーにダメージを与えた時、ランダムに手札を1枚捨てさせるので。私は1枚場にカードを伏せてターン終了。僕のターン。ジャイアントレックス召喚。ジャイアントレックスの攻撃。これで僕のターンは終了だ。私のターンです。おう、天よりの法則を発動しろ。互いのプレイヤーは手札が6枚になるようにドローするので。私のカードはトゥーンワールド。ティーンブラックマジシャンガールを攻撃表示で召喚します。
トゥーンブラックマジシャンガールは相手がトゥーンをコントロールしていない場合直接攻撃ができるのです。プレイヤーにダイレクトアタックです。僕のターン、ドロー。マジックカード、ブラックホール発動。このマジックカードは場にいる全てのモンスターを破壊する。ブロー、ミーのトゥーンじゃ。許しませんよ、カイバボーイ。地獄の千手剣。さらに速攻魔法セベクの祝福を発動。モンスターが相手への直接攻撃に成功したとき、与えたダメージ分、自分のライフが回復する。永続魔法霊視エネルギー固定装置を発動。さらに手札を1枚捨てる。このカードの効果により、ターン終了後もスピリットモンスターはフィールド上に残り続ける。私のターンです。ドロー。マジックカードシャ蘇生を発動。手札から装備魔法コミックハンド発動。相手フィールドのモンスター一体のコントロールをもらいます。ターン終了。僕のターン。マジックカード発動。ライセ。このマジックカードは地獄マンダラに描かれたモンスターのライセよりそのエネルギーを吸収し、対象と同レベルのモンスターを手札から通常召喚することができる。僕が呼び出すのはスピリットモンスターヤマタノドラゴン。僕はモンスターを攻撃表示、逃げよう乙姫。そして乙姫の特殊効果発動。乙姫が召喚された時、相手モンスター1体の表示形式を変更することができる。くらえ、死斬結果。伏せカードを1枚セットしてターンを終了する。私のターンです。魔法カードコピーキャッチ。相手の墓地に捨てられたどんなカードにも姿を移し替えることができるコピーカードです。ユウはどんなカードに変身したいのですか？ナイス、それはグッドアイデアです。彼はユウの墓地に捨てられたデーモンの召喚になりたいそうで。なんだ、モンスターを守備表示にします。これで私のターンは終了です。僕のターン。僕はモンスターカードを守備表示で伏せよう。そしてターンを終了する。私のターンです。ダークアイズイリュージョニストを攻撃表示。その名はブルーアイズトゥーンドラゴン。ブルーアイズ
これで私のターンは終了です。僕のターン。私のターン。何がおかしい。このターンで王国のデュエルに終止符が打たれることになるでしょう。ユーの敗北という残酷な審判によって。それは楽しみだね。攻撃コストとしてライフを500支払い、ブルーアイズチューンドラゴンでダイレクトアタックです。自由のフィールドにはチューンはありません。この攻撃を防ぐことはできない。なんて甘い甘い。トラップカード発動。混沌のバリア、カオスフィールド。トラップ。カオスフィールドは相手がモンスターで攻撃した瞬間に発動できるトラップカード。相手の攻撃力が最も高いモンスターで最も低いモンスターを戦闘させ、強制的にバトルフェーズを終了させる。ガッテン。私のターンは終わりです。僕のターン。ドロー。乙姫の特殊効果発動。相手フィールドのモンスターの表示形式を変更。うわ、これこそ僕のデッキマスターの真の姿。天界王シナト。消えろ瀬戸。モンスターを消滅させ、その攻撃力だけ互いのライフにダメージを与える。これが僕の本当の姿だ。君たちには天誅を下す。やめろ、やめてくれ。